オペラ座の怪人。はい、どうも皆さんこんにちは、ジーチリです。本日も、オペラ座の怪人やっていきたいと思います。公演一覧の準備をする。ラウル、ここにいたのか。探したぞ。一体どこをほっつき歩いていたのだ。すみません、兄上。少しでも俺に申し訳ない気持ちがあるなら、シャニュイ家のボックス席に行け。俺が行くまで一歩も動かずに座って待っているんだぞ。一歩も。わかりました。では俺は楽屋に行ってくる。10分以内に戻ってくるからおとなしく言ってさて。そうだな、兄上の言う通りボックス席に行こう。まあボックス席はもう場所が分かってるからサクッと行けちゃうけど、ここか。兄上もひどいよな。僕が年甲斐もなくて下品な連中とつるんで騙されているかもだって。兄上だって僕の年頃には好き勝手して生きていただろうに。きっと兄上のことだから、生まれて初めて発した言葉もメンツ、家系、名誉だったに違いね。周りの目と一族の評判ばかりを気にかけて。そうさ、メンツを守らないといけないから動揺したりびっくりするなんてもってのほか。そんな兄上が驚く姿を見てみたいな。やってみる価値はありそうだ。兄上を脅かすには、そうだ、前のボックス席を利用しよう。士官学校でも幽霊の声を真似して何人も驚かせたことがあるし、その声を聞いて兄上が縮み上がりでもすれば見ものだな。え、兄上に怒られたりしないかな。そんなに怖いんだったらやるなよ。いや、バレなければ大丈夫だ。兄上が来る前に前のボックス席に移動しよう。5番ボックス席、5番ボックス席は入っていけないんじゃないの。ここに立っていたら兄上に見つかるかもしれない。どこかに隠れた方が良さそうだけど。よし、ここに隠れて僕たちのボックス席の扉が開くまで待っていよう。よかった、クリスティーヌは僕のことを忘れていなかった。でもどうして僕に何かを隠そうとするんだろう。すべてをさらけ出してくれたらいいのにな。どんなことでも僕は受け止められるから。カーテンの中は息苦しいな。息ができない。ちょっと待って、不思議な香りがするぞ。クリスティーヌ、ハテナついてる。クリスティーヌ、いつからここにいたんですか。クリスティーヌ、あなたが急に現れて驚きました。僕に言いたいことでもあるんですか。言いたいこと？ええ、言いたいことがありましたわ。私の仲のいい友人にね。え？どうしたんですか？あなたは私の友人以外の何者でもないでしょ？僕はあなたを愛しています。僕の愛は何も変わってません。本当に私を愛しているんですか。もちろん私たちが幼かった頃の思い出は私にとっても美しいものです。でも愛だなんて、それなら私たちの友情はどうなるんですか。友情、僕はただの友人なのか。まさか
愛し合ってるとでも。元気でね、ラウル。ダメだ。僕は友人でいるためにあなたを探していたわけではありません。クリスティーヌ、待ってください。大丈夫か？めっちゃ騙されてるぞ。なんで5番牧席に入ろうなんて思ったんだよ。兄上。おい、どうしてそんなところから出てきたんだ。そんなことはどうでもいいんです。クリスティーヌを見ませんでしたか？クリスティーヌだって誰のことだ？クリスティーヌ大です。ファウストでマルグリート役をしていた歌手。とにかくクリスティーヌが今ここから出て行ったはず。俺は今この廊下を歩いてきたが誰にも会わなかったぞ。本当ですか？そうだ。まさかその歌手と遊び歩いていたのか？違います。どうしよう。とりあえずもう一度ボックス席に戻ってみようか。おっと、これはよだれの跡か。ここで眠ってしまったみたいだ。兄上がついてこなくてよかった。これを見たら絶対に。じゃあクリスティーヌが僕に友人だと言ったのは夢だったのか。本当に気持ちの悪い変な夢だ。本当に。でも夢でよかったのかもしれない。あ、クリスティーヌはさっきみんなのところに行くと言っていたよな。今舞台の上にいるなら僕の声が聞こえるかもしれない。クリスティーヌ、僕の声が聞こえますか？今舞台の上にいますか？ラウル、そこは今そっちに行きます。早くそこから出て。どうだね、5番ボックス席って入っちゃいけないとこだと思うな。あれ出れないぞ。クリスティーヌ、どうしてそんなに慌てているんですか？大丈夫ですか？何かあったりしてませんか？何を言ってるんです？ラウル、あなたが言ったボックス席は、あのボックス席には二度と入らないでください。僕を心配してくれて嬉しいですけど、ここはただのボックス席ですよ。何も起きたりしません。子爵様、クリスティーヌの言うことを聞いてください。あのボックス席には誰も入ってはいけないんです。5番ボックス席に入るなんて怖いもの知らずね。やっぱり最近の若いのは。私の弟の噂話かね？とんでもありません、伯爵様。先に舞台に行ってますね。クリスティーヌ、また後でね。あ、そうだ、兄上ご紹介します。こちらがクリスティーヌ大尉嬢です。お初にお目にかかります。クリスティーヌ大尉か。どれだけ持つことやら。ラウル、用が済んだらこちらに来い。はい、兄上。ラウル、さっきはどうして私を呼んだのですか？あなたが夢に出てきたんです。兄上を驚かせようと思ってボックス席に行ったんですが、不思議な香りがしました。そしたらボックス席にあなたが立っていたんです。本当ですか？私はどうやって現れたの？夢の中で私は何をしていましたか？ボックス席にいたあなたは僕をただの友人だと言ったんです。友人ですって？ラウル、私があなたのことをただの友人だと思っているのか不安なんですか？
否定はできませんね。せっかくあなたにもう一度会えたのに、ただの友人のままでいるのは嫌なんです。あなたにとって何者でもない、意味のない人間になるのが怖いんです。ラウル、そんな心配はいりません。意味のない人間だなんて、そんなわけないでしょ。それに今はそんなことを心配している場合ではないわ。お願い、5番ボックス席には二度と入らないで。あのボックス席に何か問題でもあるんですか？ラウル、これ以上は聞かないでください。知ろうともしないで。これは口に出して言うことさえ許されないことなんです。オペラ座の事情に足を踏み入れてはいけません。それは一体どういうことですか？さっきも言いましたが、僕は二度とあなたを手放したくありません。あなたのためなら僕は命を懸けてでも、どんな奴とでも戦えます。その言葉、いつか後悔することになるかもしれません。私はこれで失礼します。あなたに何かあったら私はすごく悲しいわ。せっかくこうして会えたのに。じゃあね、ラウル、私は警告しましたよ。クリスティーヌ。兄上のところに戻ろう。クリスティーヌ、あなたはどこにいても輝いているけれど、その光が他の人の影に隠れている。泣くなよ。ラウル、シャニュイ家の男が涙を見せるとは何事だ。今すぐ涙を拭け。お前の姿が向こう側から丸見えだぞ。しかし兄上。兄上、公演が終わったら一緒に舞台の上に行きませんか？兄上もソレリさんに会えるし。いや、いい。公演が終わったらすぐ屋敷に帰るぞ。え？最近の軽はずみな行動に対する罰だ。今週は舞台に行けるなどと思うな。自室で頭を冷やしておけ。兄上、そんなことをしたら僕はクリスティーヌに会えない。ダメだ、クリスティーヌ、あなたに会わなくては。数時間後、自室に戻ったラウルはベッドの上で膝を抱えていた。子供か。マジでしょうもないやつだな。悪い予感がする。あれは確かに夢だったが、しかしあまりにも不吉だ。クリスティーヌは絶対に僕のことを愛してくれているはずなのに、夢ではどうしてあんな言葉を。夢だからだ。まさか、まさ夢ではないよな。違う、これはきっとただの悪夢だ。それにあのボックス席、どうして入ってはいけないんだろう。ほう、雑学辞典。1808年に出版された、戯曲、著者はヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ。ファウストというキャラクターは、キャラクター自体はドイツ伝説上の人物であるゲーテの、戯曲ファウストはこの人物をモデルにして作られた。ファウストはキリスト教の思想を土台にしており、人間生きる目的、努力、そして救済が描かれている。そのあらすじは、ファウストが自分を破滅させようとする悪魔ミフィストフェレスの誘惑に負けずに究極の真理や人間の目的を求めて生きていく物語である。ファーストは現実に満足したら、その瞬間に向かって、止まれ、お前はいかにも美しいと再び敗北することを悪魔に約束する。そう叫べばメフィストフェレスに魂を奪われて奴隷となり地獄に落ちる。彼が本当にその言葉を叫んだかどうかは、読者の楽しみを台無しにしないようにこれ以上は言わないことにしよう。第1部より第2部の方がより難解であり、そのためかグノーのオペラファーストでは第1部だけを少し脚色している。ファーストは、
広大の様々な創作物のモチーフとなっており、どんな作品がファーストの影響を受けたのか探してみるのも面白い。ただし膨大な時間がかかるという問題はあるが。なるほどね。ラウル、将校なのにあんだけメソメソしてるんだよな。なるほど。これはまあ読んだわな。まあまあ、はい、というわけでですね、本日はここまでにしたいと思います。ラウ、やっぱなんかオペラ座のその建物自体になんかいろんな仕掛けがしてあるんだろうな。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。